ほう。奴ら相手に無事ここまでたどり着くとは。少々貴様らのことを侮っていたようだ。グルグは俺たちが倒した。お前以外他には誰も残っていない。実に惜しいことをした。奴らは優秀な手駒だったのだが、あの程度の駒また用意すればいいだけのこと。なんなら貴様らを奴らの代わりに据えてやっても良いのだぞ。それだけは勘弁してもらいたいな。俺をスカウトするならもう少しマシな衣装を用意してくれってな。貴様には驚かされるな。この場においてもまだ世の力に抗うとはな。褒め言葉だけはありがたく受け取っておこうか。バスタールよ、今ならまだ許してやらんこともない。どうすることが一番良いのかよく考えることだ。何を考える必要がある。なぜ貴様に許されねばならぬ。貴様は俺のこの手で倒す。愚かな奴だ。犬は犬らしく尻尾でも振っておれば良いもの。貴様らもだ。万に一つも勝ち目などないのだぞ。結果はすでに決まっている。そうですな、カオス様。カオスって？闇の名手であり混沌により世界を滑る者。この世界の真の支配者であらせられるお方。さあその力をお示しください。ディシャナ、あなたまさか。サマリルよ、去りなさい。この世界にあなたの思い通りにできることなど何一つありはしないのです。それはどうですかな。レニオンに封印されたあなた方よりよほど自由になることが多いと思いますが、だからこそレニオンの封印を解くために犠牲を捧げてきたのではなかったのですかな。封印を解くための犠牲？そいつはどういうことだ。やはり聞かされていなかったようだな。そこにいる器とその器を満たすための神の血を受け継ぐ三人の女のことだ。それってもしかして。あなたが知る必要はありません。あなたは私たちの手によりここで消え去る定めにあるのだから。それは封印を解くつもりはないということですかな。本当のカオス様ならばそのようなことは言わぬ。やはり貴様はカオス様であってなき者ということか。人形であれば人形のまま操られておればよかったもの。カオス様の残滓でしかない貴様に何ができるというのだ。私一人であれば何もできなかったでしょう。ですが私は一人ではありません。そういうこった。素性や事情はどうあれ、腑に落ちないことも多々あれ、女性は女性なら、この状況を男が黙って見ていられるわけないっての。お主を倒さねば話が先に進まぬようじゃからの。闇に染まりし腹からよ、情けはかけぬ。ただ苦しみの中で果てるがよい。貴様を倒せば全ては終わる。ならばこれで終わらせよう。終わりなどではない。これは始まりだ。器
デワもアイエルフも世の支柱にあるも同じ。まずは貴様らの先決を復活の祝いとしよう。そして世は神を超越した力を手に入れ、新たな世界を創造する。真に闇に染まりし世界をな。あなたの好きになんてさせない。神を超えることができるなどと愚かなこと、まだ考えているのか。どれほど時が経とうと、大愚は変わらぬようだな。貴様に時をやるだけ無駄というもの、せめてもの情けだ。蘇ることのないよう、塵も残さず消し去ってやろう。この世界を作ったのは神かもしれない。けれども、神だけのものではない。ましてや、お前のために世界があるなど、断じてありえない。俺たちとお前、どちらかしか世界にあることができないのであれば、迷いなく、斬る！サマリル！お前という闇を！よろしいのですね。折れぬなら切る。いいとこ見せないとな。恨むなら自分を恨むんだね。貴様の相手はこの俺だ。終わりにしましょう。よろしいのですね。避けて通れぬなら斬る。やれるか。Thank you.
たまにはいいとこ見せないとな。貴様の相手はこの俺だ。恨むなら自分を恨むんだね。しましょう。ぼちぼち始めますか。俺の切る。やれるか。たまにはいいとこ見せないとな。貴様の相手はこの俺だ。やればいいんだろう。やればさ。終わりにしましょう。無益な血は流したくない。引いてくれ。この機を逃すな。畳みかけるぞ。これ以上長引かせるわけにはいかない。これで終わらせる。ここはビシッと決めときますか。
敵を包囲し殲滅する。行くぞ。やればいいんだろ、やればさ。血は流したくない。引いてくれ。この木を逃すな。畳みかけるぞ。これ以上長引かせるわけにはいかない。これで終わらせる。ここはビシッと決めときますか。やればいいんだろ、やればさ。敵を包囲し殲滅する。行くぞ。終わらせますよ。よろしいのですね。この機を逃すな。畳みかけるぞ。敵を包囲し殲滅する。行くぞ。たまにはいいとこ見せないとな。ここで倒れるわけには。誓いを果たすまでは。終わりにしましょう。
道は俺が切り開く。この機を逃すな。畳みかけるぞ。誓いを果たすためになすべきことのために定めを背負いしゆえに受け継がれし思いのため俺の俺の僕の命は共に光にもたらすものよ我にあがれる思い光と闇に世界に今すべての各地に甘いな虫けらめこの一撃で終わらせる。これで終わりだと思うな。人ある限り世は何度でもよみがえろう。そして必ず闇で世界が。うお。これ以上長引かせるわけにはいかない。これで終わらせる。すまない。たまにはいいとこ見せないとな。敵を包囲し殲滅する。行くぞ。ぼちぼち始め。避けて通れぬなら切る。これ以上長引かせるわけにはいかない。これで終わらせる。うおお。これは通過点に過ぎない。なすべきことは終わらせてみせる。絶対に。
それ以上持てたらまずいでしょ。くだらないね、こんなこと。いつになれば私は。バカだ、神であるようが人ごときに敗れるだと。腕はおよこせ。腕はさえあれば世は神をも超越した絶対神となれるのだ。こんなところで。うわあ、まったく悪党の最後ってのはいつ見ても醜いもんだな。全てを話してもらおうか。その昔、この世界を創造した12の神がいました。彼らの手により生み出されたその世界、アガレストは完全な世界、すなわち理想の世界となるはずでした。しかし神々はたもとを分かち、光と闇に分かれ、それでも彼らの力によって世界は創造されました。不完全な姿のまま。それから時が経ち、家庭はどうあれ、光の神と闇の神の対立は決定的となり、三度にわたる戦いにより世界は滅びました。三度目の戦いの最中、悪しき神々は最高神レニオンにより撃たれ封印されたのです。滅びゆく世界の代わりとして、そうして誕生したのがこの世界を構成する五つの大陸です。ちょっと待ってくれ。それじゃあ俺たちの足元にある大陸は封印されし神々、いえその慣れの果ての姿。なるほど、あの柱こそが神を封印する戒めであったというわけか。サマリルが蘇ったことが示す通り、世界を覆う闇の力は強まるとともに封印はほころび始めました。今一度封印を施すための生贄か。そうではありません。いえ、私にもわからないのです。私はカオスであり、カオスではない存在。今ではもうなぜ私が生み出されたのか、何のために生まれてきたのか、私の存在理由を思い出すことはできません。理由などあったのかすらも。それでもこれだけはわかります。この世界は人の手にあるべきなのです。神々が世界を滑る時代は終わったのですから。そのために神を戒めている封印を解き、神を倒す。封印は一時的なものに過ぎません。いつか必ず失われます。いずれこの偽りの世界は崩壊し、真の世界は神のものとなるでしょう。悪しき神々と呼ばれる世界の破滅を望む神々のその手の中に。その時俺たちの居場所はなくなる。だからその悪しき神々ってやつを倒せってことか。レオやフューリアは、他の者たちは、そのための犠牲ということか。だが勝算はあるのか。相手は神なのだぞ。神々の封印は完全な状態で解かれるわけではありません。だからといって神を倒せるかどうかは分かりません。人と神との間には歴然たる力の差があるのですから。封印を解く
解かないということに関しては、あなた方の判断に委ねます。あなた方がこの世界を手にするのか、それとも神の手が世界を取り戻すことになるのか。一つ断っておきますが、この世界は神々の肉体が変じた偽りの世界。封印を解き、仮に全ての神を倒せたとしても、彼らの力が世界から失われたその時は世界が崩壊する。どれほどの犠牲が出るか想像もつきません。あなた方は計り知れぬ業を背負うことになるでしょう。それでも封印を解きますか。一つだけ教えてほしい。フソや一緒に封印となった母や祖母たちは、そのことを知っているのだろうか。封印となることを納得しているのだろうか。本当に理解し、納得したかどうか、それは、彼女たちだけが知ることです。ですが、皆、同じことを言っていました。偽りなき真の世界を、未来を、子供たちに残したいと。そして、あなた方のその手で未来を掴んでほしいと。ありがとう。それだけ聞ければ十分だ。封印を解くのね。今度こそ本当に勝てる見込みのない戦いだ。残りたいものは残ってくれ。何水臭いこと言ってるんだっての。俺たちは仲間だろ。生きるも死ぬも俺の命はお前と共にある。それに、妹が望んだ世界であれば、俺も見てみたい。未来はお主と共にある。わしは、そう信じておる。未来は、未来に生きる者が、己の手で切り開くもの。我らの未来は、我らの手で、掴み取るしかない。みんな、ありがとう。俺たちの未来と先に続く者たちのためにこの剣を捧げよう。リシャナ、頼む。わかりました。あなた方の思い皆に伝えましょう。